東大寺、東大寺の歴史。この項目では、東大寺の歴史について解説する。東大寺は、奈良県奈良市にあり、現在では、下厳州の大本山の奈良時代から続く歴史ある大寺院である。奈良の大仏があることで有名である。東大寺は、創建当初から、東大寺と呼ばれてきたわけではない。文書における、東大寺の所見は、天平19年12月25日日付の、 小僧院文書の一つ、東大寺社教書下である。また、同時期には、東大の寺という表記も参見される。現在につながる、東大寺の由来は、平城宮の東に位置する、神大寺であろうが、詳細は不明である。大仏の根粒寺に、自然発生的に生まれたものだと推測されている。21世紀現在まで1200年以上の歴史を、持つ、東大寺は、 日本史そのものに多大な影響を及ぼしてきた。平岡正史会によれば、東大寺の歴史を見るには、次の4つの視点があるという。羅列すると、政治史的立場、宗教的立場、寺院史的立場、最後に、美術史的立場となる。政治史的立場から見た東大寺は、陳黙国家の思いを込めて創建され、二度の戦乱や、理災などで、衰退の危機に陥りながらも、 王朝や幕府の力や肝心によって大伽藍を保ってきた。東大寺は隣接する幸福寺とともに大きな大衆の力を持ち、彼らの上落は時の権力者の頭を悩ませ続けた。それが戦争の火種となったこともある。別の説として天武天皇系王朝の断絶に危機感を抱いた皇族らにより混流されたというものがある。 宗教的立場から見ると、東大寺は、全身寺院の一つ、根主寺の古密教としての性格と、いわゆるなんと六州の教学を持ち、さらに平安時代以降は、天台宗、真言宗などが同居して、八宗見学と呼ばれていた。その中でも、華厳計学が重視され、その中心地とも見られ、その教えを体現する本尊のルシャナ仏像によって、時の権力者や、 庶民の信仰を集めてきた。寺院史的立場から見ると、東大寺は、荘園経営などで経済を保ち、保有するそばから切り出した木材で、仮覧の修繕をしている。その修繕は、創建を担当した作り、東大寺市の公営である作り東大寺所の管轄だったが、平安時代中頃から、創庫人の力が強くなると、私、創望ばかりが重視されるようになった。 そこで組織をマンドコロ内部に組み込んで修理所とし、後輩が進んでいた道具の営善に努めるようになった。荘園は全国に及び、大修理の際には、一国全体を任されることもあった。既存のそ麦の山林資源が枯渇していたのを補った。しかし、江戸時代には、荘園が取り上げられ、さらに東大寺が寺受け制度の一翼を担わなかったために衰退し、 明治時代に入ると大きな勢力を誇っていたし、浄土宗に属していたこともあったが、1886年に独立、華厳宗の大本山となり、観光収入などで寺院経営を行っている。美術史的立場から見ると、東大寺北家堂は奈良時代から続く堂で、内部には奈良時代彫刻の有品が多く安置されている。また、鎌倉時代の復興期には、 長元に徴用された喜び派の物師による彫像群が作られた。これは幸福寺に安置された彫像とともに重要視されている。東大寺創建前、当地には金主寺、福樹寺,寺、天地院などの寺寺の存在が確認されている。このうち金主寺と福樹寺,寺については後の東大寺との関係性について文献研究や発掘による研究が進められている。金主寺は 今主三宝、金昇寺、今主寺、金熟寺と書かれることもある。読みについても小説あって、今主寺、昆虫寺と読まれたり、また、慣用的に、金虫寺とも呼ばれ、この読みについては、東大寺内で、特によく親しまれている。今主寺は、天平五年、両弁によって建立された、という記述が、東大寺洋六にあるが、これについては、 現在、福山敏夫の否定説が有力である。また、北帝吉も、この、東大寺洋録の記述は、後の偽作説であると述べている。一方で、別の説が、俗に本気に記されている。聖武天皇と、光明皇后の間に生まれた、唯一の男子で皇太子となったが、人気5年に養成した元王の母代を弔うのを、目的として、 天武天皇の孫にあたる佐藤智夫王が、作り山防止長官となって、参謀を建立した、というものである。現在は、こちらの記述が、有力視されている。吉川真治と、菱田哲郎は、丸山地区丸山西遺跡を調査、発掘し、今主寺の境内地であると推定した。副主寺の創建には、光明皇后が深く関わっていると見られている。創建連代については、 坂井玄英男によってその名の所見であった焦燥院文書の解釈がなされ、天平10年3月には混流の立案、もしくは工事がされたであろうとの推論が出されている。福寿寺には、福寿寺移し一切教書があった。この社教書は、皇后偶職社教師が寺内に移されたものであると見られている。この焦燥院文書の記述から、工事の完成は、 文書の日付の天平13年うるう3月のことで、あろう。境内の位置であるが、森行くおは苦今主寺と福寿寺の二つの寺院は後に統合され、大和国金光明寺と呼ばれる、大和国の国分寺となった。これが、東大寺の直接の前身である。国分寺根流の御事のりは、らきぐ宮から天平13年2月14日に出されている。ちなみに、 大仏造流発願の御事のりが出たのは、同じく、がらき宮の、この2年半後の天平15年10月15日の、ことである。山和国金公明寺は、各国の国分寺の中では、珍しく、新たに建立されたものではなく、前身となった寺院が認められていることになる。統合の時期であるが、福寿寺一歳業者教書の名が根光、根 アケデライス採業者教書と解明されたことがわかる文献もあり、天平十四年七月頃と推測されている。北家道金光明寺の近道の所在地については、論争が続いている。北家道に吹かれている河原から、道の創建年代を天平十三年初夏から十四年七月頃とみなし、この道が福寿寺の近道であり、さらには近三輪寺の近道にもなったとする説がある。 一方、この説に不備や不自然な点があると指摘し、また、副樹寺は根主寺に吸収されて合併した可能性から、近道の推定値について他の候補を挙げる説もある。本校明寺は全身寺院があるとはいえ、そのままの時間だったわけではなく、大仏を本尊とする前から規模を拡大しつつあった。他国の国分寺の整備主体が各国の成長だったように、 大和国でも同様だったとする場合、問題となるのは大和国の行政主体となるべき国庁の実態が不明であることである。この当時の大和国の政治の実態はよくわかっておらず、国庁が大和国金光明寺の建設計画に関わっていたのかすら判明していない。俗に本記の天表十五年の記述、別に大和国金光明寺に首相の会を設けたて祭りで、 天下の幕となさむとすから、山和国禁公明寺が特別な扱いを受けていると見ることもでき、大仏は別としてもこの首都国の国分寺は有力であったことが伺える。ただし、山和国の国分寺を東大寺及びその前身寺院ではなく、現在の奈良県柏原市にある国分寺に求める説などもあり、歴史辞典類でも山和国国分寺の場所については、両説がある。例えば、 吉川博文館、国史大辞典の国分寺は、東大寺を大和国国分寺としているのに対し、門川書店、平安時代史辞典の国分寺は、国分寺を大和国国分寺としている。東大寺の中心である大仏造流は、天平17年に始まったが、これは国分寺建流とは別である。この二つの大事業が東大寺として合併したのは、 最初から意図されたことではない。大仏造流は当初しがらき宮で計画されたが、その背景として数々の理由が挙げられる。まず、天平九年に九州から紀内にかけて天然痘が蔓延し、老若男女気仙を問わず多くの者が倒れた。病死者の中には光明皇后の後ろ盾として政権を担っていた藤原むちまろ、藤原ふささき、藤原馬会 藤原麻呂の、いわゆる藤原四兄弟も含まれていた。兄たちを次々と失った光明皇后は、その不安から聖武天皇へ大仏建立を強く進めたとされる。また、天平十二年に聖武天皇が河内国大県軍の知識寺を訪ね、その寺の留守名仏から大いに影響を受けたという。この知識寺は、名が表す通り知識の肝心線によって建立された。 寺で、それは、東大寺成立の過程にも反映された。しがらきぐう大仏造流発願の御事のりは、この2年半後の天平15年10月15日、しがらきぐから発せられた。当初の計画では、立宮であったしがらきぐ近くで、一時期大見国国分寺にも当てられた高賀寺に、大仏が造営されることになっていた。この計画では、民衆の多大な支持を集め、 一時期には、政権から危険視されていたそう、行記を起用、徴用することで民衆の理解を求めた。現在、死柄木具の遺跡は発掘調査が行われており、その結果、現在の死柄木町大矢崎瀬の宮町遺跡として、知られる場所に宮があり、史跡にも指定されている。死柄木旧市こそが、高賀寺の跡であろうと確定的に見られている。ところが、 がらき風での大仏造立計画はなぜか中止となり、天平17年、聖武天皇は国系からの戦闘発表、党、平城系へ服することとなった。これには、頻発した地震や反対勢力の抵抗などの原因が指摘されているが、わざわざ建設半ばの大仏までも捨ててしまうほどの肝心の主因はよくわかっていない。飯沼賢治は大仏建立に関して、 聖武天皇と光明皇后の間に仏教官の相意を含めた対立が存在したとする見方をとる。飯沼は聖武の意向は行基教団や知識集団を巻き込んで死柄木に混流する構想であったが、光明の意向は国家事業として自らが混流に関わった副樹寺の後ろ身で国分寺の中心であり、いずれは諸位 国家仏教の中核として機能するはずであるならの東大臣に混流する構想を持っており、そのモデルは亡き父、藤原不比等および、党の側転、武功の仏教政策であったと推測する。聖武天皇と光明皇后の仏教間の対立は政治的対立の要素を帯び、最終的に皇后側が勝利して天皇の意図した死柄の大仏計画は中止されて、 改めて皇后が意図する東大寺での大仏計画が開始され、政権は皇后を支えた藤原中丸が主導権を得ることになったとする。そして大仏は平城京都方にあたる東大寺に作られることとなった。以上が全く別のものであった大仏造流と大和国金公明寺混流の計画が合併した荒しである。長戸国庁、登る銅山の銅、 道の区国を国主として治めていた、くだらの子に騎士高志福から送られた、都金用の金を材料にして、本校、明寺造物書は大仏を鋳造をした。大仏の海外供養会は、天平商法4年4月9日に模様された。この時海岸の筆を取って、同志を務めたのが、菩提仙那であり、この筆は、焦僧院に保存され、 後に大破した大仏が復興された、際の海岸供養にも使用されることになる。この筆には、五色の民衆たちは大仏に欠演しようと、我先にこの糸に群がった。奇戦老若男女問わず信仰を集めた東大寺の、ありが伝わるエピソードである。その一年前に、近藤が落計したことを、東大寺洋録は、伝えるが、他の道具の整備計画が進む中で、 そのような短期間に大仏殿が完成できるか、その工事が大規模なものであったことが予想できるだけに疑問の残るところである。果たして、計画からわずか7年での大仏海岸供要会の際、いかほどに造営計画は進んでいたのか、その進捗の経過には様々に推測がなされている。新義山縁起二君の巻。 宋賢治の大仏と大仏殿のありを描いた唯一の絵画資料である。平安時代末期に消失することになる初代の大仏の様子は平安時代の絵巻物、杉山演起の絵から伺い知ることができる。この絵から、たるきやすみぎの木口にも金箔で消耗された大仏殿の様子を見ることができる。杉山に住んでいた宋院の智連には二層の姉があって、これが 信濃国から弟に会うために大和へやってきた。が、弟の詳しい所在が知れない。二層和解を受けたところである東大寺の大仏殿にこもった。すると、大仏からお告げがあり、西南の旬たなびく山に妙蓮がいる、と伝えた。果たして姉は弟に無事会うことができ、以降二人は共に暮らしたのだった、という物語である。 この二層の大仏殿に賛同する場面に、初代の大仏殿が描かれているのである。当の構想、元人が失明するほどの観覧シンクの末に、難波にたどり着いたのは、大仏海岸の一年後の天平商法五年のことである。それまで、正式の海岸のなかった日本からの要請に応え、来日したもので、元神は大仏殿の西に、海岸院を設立し、 聖武天皇や多くの僧に会を授けた。これまで、東大寺の僧といえば、検索道州だったが、寺内の整備が完了する奈良時代の終わりの頃から、この会談院でも、元人の宝脈を伝える僧が活動を始めることとなった。東大寺会談は、下屋国の薬師寺や大財府の関税温寺と三階段に、数えられ、平安時代に作られ下付け薬師寺の代わりに、 発展していった比叡山階段と共に多くの肝臓を生み出していった。このことは日本仏教に大きな影響を及ぼし、日本から大陸に渡った層も一人前のビッグとして扱われるようになった。また、受戒してからの年数、つまり放浪は年功序列制のもととなり、寺院内で身を立て、出世していくための武器として重視されるようになる。東大寺は六修見学の場として、 世に広く知られるようになった。六州とはすなわち、法省州、三論州、駆者集、常日集、下言宗、立州のことであり、すべて中国から起こり、伝来したものであった。当時の胸とは、教団というよりは、仏教教理の学派に近い。それゆえ、見学の場ができたとも言える。このような見学の形態は、何との寺院では広く見られたものである。 この六州見学の場の性格は、現在の東大寺でも見られるが、中でも重んじられたのが、本尊の大仏の性格が、下言行の教えにのっとったものであることからも、わかるように、下言集である。平安時代になると、東大寺の仮覧の各所で後輩が見受けられるようになった。当時の日本の建築技術を土返しした巨大な木造建築であり、その巨大な仮覧は、風雨の害を受けやすい。 さらに、東大寺の寺内の実力が下がってきたことも原因として挙げられる。大仏そのものも腰の部分に亀裂が入ったり、地震で頭部が転落するなどの災悪に見舞われたが、大仏殿に支柱を立て、大仏の後部に支えの土を盛り、頭部は釣り上げて固定するなどしてしのいでいる。さて、東大寺への新言宗の浸透は、ガランの後輩を一層進めた。 つまり、そう一人一人が、貴族など権力者と結びついて、家事祈祷、図相を行い、各人が所属する総棒での私生活に重きが置かれるようになったのだ。また、さらに総領、総棒の個別化、分散化、世俗化が進み、一人一人が住居する、私総棒が発展する。すると、東大寺全体の管理が、おろそかになってしまう。合わせて、十世紀末頃には、 蔵東大寺所の知事像も勤務を怠けるようになり、東大寺は南大門や検索院創造、大仏殿の後ろどの痛みが次第に激しくなり、崩壊の危機に瀕することとなる。しかしこの悪しき風潮は、11世紀中頃に改められた。境内の有様に危機感を覚えた僧は、改修に勤しみ、寺の財政を一本化し、蔵東大寺所を完全に参加において、組織を 東大寺修理所に改めた。この階層は組織の規模を大きく小さくしたが、官の手を離れて、万所の参加に収めたことで働きが良くなった。この修造は、11世紀中頃から1160年代の南大門再建まで続き、境内の道右の多くが修理修造された。永長元年には、朝廷からの命令もあり、さらに修繕が進んだ。天栄元年からは、 国の主催のもとに、大仏殿の大改修も行い、前年、この時代、世間からは、手斧の落とするところと呼ばれ、寺川もこれを受けて、東大寺の斧を耐えざるよし、世をもつて伝え申すところなりと自らを表現している。また、伊賀国の黒田所、玉滝きなどに代表される、東大寺寮の荘園の整備が進んだのも、この時期である。そしてこの大修造時代が、 東大寺を中世寺院へと脱皮させ、昭園経済に移行させたのだと、荒井隆茂は解いている。伊藤正俊は、この時期の東大寺の境内、東大寺号は都市化、宅地化した都市である都市、東大寺を含む中世寺社境内に発達した都市を、境内都市と名付けた。この時代の寺社は、無縁の地として、老若男女喫煙関係なく、 集中していたが、東大寺も、例外ではなく、僧侶自身も、境内地を私有し売買するなど、俗人の生活を営んでいた。当地は、商業も発達し、寺院の両外院では油や、金融の経営も行われている。戦いの詳細は、なんと焼き討ちも、参照のこと、自称4年5月、持人王の挙兵が勃発した。後白河院の子、餅人王は、 兵士主導で進められた安徳天皇の即位に不満を持ち、聖は源氏の長老、源頼政と共に謀反を計画した。しかし、準備の段階で、暴力は発覚し、王は大御恩御寺まで逃れた。王は、協力の呼びかけに応えてくれた、なんと降伏時にくだらんとしたが、そのよく手を阻む兵士と戦い、ついに討ち死にした。この当時、たびたび上落。 合祖しようとする南斗の大衆、総兵の力は強く、兵士も、南と北霊の影響力に頭を悩ませていた。この年には、源氏との藤川の戦いでの大惨敗もあり、また、機内の創上も、相まって兵士は窮地へ追い詰められつつあった。そこで、何かと煩わずらしい南斗を撃つことで、機内の基盤を固めようと画策した。それまで、 朝廷からの直接の熱い保護もある南とは一度も、直接武力攻撃を受けなかった。しかし平家は12月15日までに、大海、伊賀、伊勢を平定した後、南都総統の作戦を実行に移した。自称4年12月25日、兵士の徴兵清盛の逸夫である、平重平は南都へ向け兵を率いて出発した。迎える総兵を蹴散らした。 重平の軍勢の主力は28日、ついに南都へ攻め入った。重平は、田口のある吉を先兵とし、半日のある、半日坂の守りを固める大衆の守りを突破、南都を焼き打ちにし対象した。そう、明春,春の作成した文書に、以下の記述がある。自称4年12月2四日、幸福寺と官兵との合戦の間、官兵書に放火、諸課次第に、 東大幸福利を寺に飛び移り、自中自害ことごとく消失すと、また、平家物語にも、長々と無残にも風に乗った炎に崩れ行く、同社仏像と炎に巻かれて死ぬ、人々の阿弥教官のありさまが描写されている。後に、南都の復興に大いに力を貸すことになる、右大臣、九条金座は、この南都の被害を聞いて、絶句するほどであった。東大寺や幸福寺は、 大半が消失し、僧侶や避難していた民衆などを数千人が消失したという。旬の入り、傍聴現商人座像大仏殿は焼け崩れ、大仏は溶け落ち、東大寺はまさしく風前の明かりだった。この状況で復興に当たったのが、肝心の僧、長元である。その大肝心による東大寺再建の過程は、3期に分けて解説される。大仏の再作り、 大仏殿の再建、その他道具、仏像の工作である。長元は、支度第一と呼ばれたその実務能力を発揮して、見事に東大寺再興をしたのだった。当時の時代背景として、朝廷や鎌倉政権、欧州政権の総国、それに伴う、戦乱、飢饉や地震、さらには他の寺院の復興との競合があった。幾多の障害が立ちはだかる中で、この肝心は、 時代の旧姓となるものとして民衆から大きく支持された。この時代を舞台にした歌舞伎の演目、漢人帳も、この民衆の大仏への帰依を背景にしている。もともと、長元は、東大寺と関係のない層であった。長元は十代前半に、第五寺で出家し、藤原修行の講演のもとで三度の日層を果たした、経験豊かな漂白のせいであり、それまでも、 高野新別所を結んだことでも知られる。要和元年、大漢人職に任ぜられたのは、弱いも六十を過ぎてからであった。朝廷から、役所は、蔵東大寺師と修理大仏師の二つが設けられた。修理大仏師が新設されたのは、大仏殿の炎上に巻き込まれた大仏の痛み具合、特に頭部の損傷が激しく、心して当たる必要に迫られたからである。造東大寺師の長官は、 藤原金光、後に、藤原幸隆、続いて、藤原定長、次官、三好ため信、法官、中原本康、左官三千行政が、中理大物師の長官は県人として幸隆ともう一人、異例ながら、身分の低い官務課の小家役隆司職が長官として、任せられ、また後に、次官賞、契約ありより、法官大江国通、左官、中原志博がついた。 第一期は、洋和元年から文治元年までである。長元は、東大寺における、肝心の拠点として、境内に、東大寺別所を設けた。東大寺増流区要期によれば、これはもともと、前述の田口成吉の寄進物で、それを、東大寺別所と改めたものだという。10月6日、大仏の中は、羅発から行われ、翌2年の正月3日から活動が、 坂になり、5月19日には炉に火がくべられた。長元は、ご白川法王や高家門院から一般大衆にまで金属類や炭を集めて回った。つぶして原料とするためである。また、鋳造は、僧の技術も取り入れて行われた。僧の商人賃なけは、船のナンパにより、博多に留まっていたところを長元に雇われ、指導することとなった。 新以外にも、日本からは、草笛助など草笛製の、蔵人書の組織下になかった、鋳造氏も起用された。あず鏡によれば、5月25日に鋳造は、完了し、東大寺続洋録によれば、6月1日に、磨き終わったとする。その最中の7月1日、ついに平氏は、源義仲の勢いに負け、都落ちとなった。義仲が、都に君臨する中、 12月22日には、作り大仏師は人員を増強され、次に、都勤のために、東国や欧州の協力を仰ぐこととなった。東国に渡りをつけたのは、平頼森や八条院であり、さらに海外供養が終わった後の文治2年に、西行が欧州への漢心を引き受けた。元略2年3月7日、東国から、平家木肝領からの年貢を含む、米一万国、金千両、 植木の千引きが届いた。これにより首以外の土金は済んだものの、もう一つ頼みの欧州からは、そのため工事は未完のまま大仏の海岸供養の日を迎えることになる。文治元年8月23日、大仏の体内に、仏つ利が収められた。これは、大仏の導流にもろもろの便利を図ってきた、九条金曽根や小白川法王などの奇神仏で、長元の功績を記した。 南無阿弥陀仏佐禅宗によると、集められた仏舎利の総計は80余りにもなったという。準備がなって8月28日、海岸供養は催された。この日の主な出席者は、後白川法王や藤原教州、中原近義、藤原義盛、平成忠田田、源、正近などで、部業人は、藤原宗家、吉立根房、藤原兼光、藤原幸隆、 清原忠だ行、大江国都市が就任し、海岸市は別当の定弁、主眼市は深淵、同市は佐都市県、海岸の筆は当初は物資が取る予定であったが、直前になって法王自身が取ることになった。東大持続洋六によれば、前夜に法王が正倉院を訪れて、菩提仙奈が用いた筆を取り出したとあり、山縁樹の機手、 中山忠だが,が吉田恒久から聞いた話では、当日長言の勧めに法王が応じたものであったと言う。この時、7月に襲った地震の余震が続いており、儀式中に法王が足場から転落することを心配する帝臣たちに、法王は命を失ったとしても後悔はしないと述べて、聞き入れなかったと言う。その他に1000人の僧侶、そして第五雑記には、 その数威万億を知らずとも記されるほどの熱狂した大群衆が集ったのだった。この日は、法王の安全を確保するために広い横板を大仏の前に渡して、先に登った陰近神が海岸に臨む法王を支えたために、地上にいた三列者は横板に視界を遮られて、法王が筆を入れる瞬間を見ることができなかった。さらに、儀式の最中に大雨となり、 貴族の中には途中で帰ってしまった者が多くいた。その一方で、民衆は大仏の縁にすがろうと、海岸の筆に結びつけられていた七丁もの長い長い禅の綱に群がる。さらには、その場で髪を落として出家する女や、舞台に刀剣を投げるものも出たという。源の正よりは、とても公事ごととは思えない、とその旅を過ぎた熱狂ぶりを足ざまに表現している。また、 京都で留守を守っていた、九条金座も法王が自ら海岸の筆を取ったという報告を聞いて、式次第には仏師が海岸するとあり、さながら法王は仏師になったことになる。これはいかなる前例によるのかと呆れ返っている。第二期は、文字元年から研究六年までである。研究元年、大仏殿の上等式が、研究六年、大仏殿の供養が行われた。 こうして海岸供養を果たしたものの、これで復興計画が完了したわけではない。さらに大仏殿をはじめとする同社や仏像の集築修造という難事業が残っている。肝心を続ける文字年間の長言の前には新たな問題が立ちはだかっていた。大きなものでは、義経への対応をめぐる法王と頼朝の対立があり、金金の摂政への就任、コペンや雪高の死去、 高市職の解任もあった。金金は東大寺再建に熱心ゆえ、彼が国政の中心人物となったことで、東大寺が一層の恩恵を受けるとも言える。しかし、同時に金金が藤原氏の市長者となったことで、宇治寺である幸福寺を中心に、北条寺や東寺の再建にも力を注がなければならない。この状況を打破するため、長元は伊勢に参り、 一段を引き連れ、大般若教の書者、天独供養と奉納を行った。これは、ゴミフミヒ彦により、当時有力な肝心像であった、バンナの影響を受けて、肝心という困難の冠水に、伊勢の神の助力を必要としたこと、東国や朝廷に、東大寺への注目をより集めることが目的であったと指摘されている。文治2年4月5日。 ス王国が東大寺の造営領国となった。東大寺のそまがあった伊賀国では長年の伐採で領財は枯渇し山は荒れ果てていた。長元は領財を探して吉野や伊勢に赴いたがここでも十分に用は果たせなかった。そこでまだ森林資源が豊富なス王国が朝廷から当てられたのである。さらにス王国の収益は朝廷が 住物の免除を許可したことで、材木以外でも東大寺造営にすべてが捧げられた。この巣王国の治療に、長元は自ら乗り出した。これは当時としては全く異例のことである。彼の経営の実務能力は、修行譲りであった。この時の巣王国は、戦乱は収まったものの、被害からの復旧も、ままならず、民衆は飢餓に苦しんでいた。また、財庁管理にや 元国画領で検問が所有する荘園、幕府派遣の自頭の力が強く、いかにこれら在地勢力の助力を得られるかも大きな課題だった。長元はこの地にも別所を混流して、これを経営の拠点とし、活動を開始した。長元は道を切り開き川に席を設けるなど社会基盤を整備し、木こりに恩賞を与えることで巨木を探し出し、 どくろやいかだの工夫をすることで巨大な木材を運び出した。その時の長原の悩みは、労働力の不足にあった。佐々木高綱など、個人的な御家人の同心はいたものの、やはり家々に回帰せねば、事業は成し遂げられそうにもなかった。文治三連には、象東大寺長官の藤原幸隆が死んだために、財を引く、浅尾の綱も不足した。時代の長官には、 民近心の藤原定長が就任した。定長は、幸隆のようには、東大寺最高に熱心ではなかったものの、その役割上、朝廷や幕府への協力を取り付けるのは適任だった。ただ、頼朝は、西国の御家人についてはこれを動員することに消極的であり、長元は御家人に対しては、高綱など自ら協力を申し出てくれる勇士に頼むしかなかった。 鎌倉室町時代の大仏殿の復元模型文治5年、欧州合戦が勃発する。この結果、欧州は東国政権の支配下に入った。同年、長元は朝廷の許可も待たず、勝手に大仏の後山を取り除いた。この後山は、天朝4年、大仏を修理した檻に築かれたもので、足場と大仏の支えにもなっていた。が、見栄えの問題と、 大仏の背面が隠れて状態がわからないこと、さらに後輩の集築に邪魔なことから、長元から撤去が望まれていた。朝廷は、大仏が支えを失い崩れることを懸念して反対していたが、長元は実際に修理に当たる立場を利用して実力行使したのである。よく研究元年、上等式が催された。これには、金金と法王が参加し、頼朝は同席しなかった。 この頃から高綱を中心にした肝人への東国の支援の体制も整い、大仏殿の工事は順調に進んでいった。研究三年、後白河法王が没した。この後、金金を中心に朝廷は回っていくことになる。翌研究四年、張馬、備前両国が文革が復興の肝人に当たっていた当時と、東大寺の造営両国になった。 陳和系から寄進を受けた、ハリマ国体武装には別称を混流し、美仙国は、長元が直接治療することとなった。長元は、治安の回復や、寺院建造をし、美仙国を中心とする両国の財力は、東大寺の復興に継ぎ込まれた。大仏殿以外の修造も進み、研究5年には、インソンを中心とするインパによって後輩が作られた。同年、 幸福寺の復興供養が催され、次は東大寺の番となった。この供養では頼朝も参加することになったが、代々的なものであった。頼朝は前年には東国のご家人に命じ、多くのご家人を伴って上落をした。そして、研究6年3月12日、大仏殿落慶供養が催された。この日は、先の大仏海岸供養と同じく大雨となり、 儀式は省略して行われた。また、先の供養のような混乱を避けるべく、金金によって、造人の立ち入りは禁じられ、そのために静かに進行していった。その後、功績のあった人々には、賞が送られた。長元は、元人の霊に習って、大和なお、仏師の運慶には、方元の総意が、陳な慶には頼朝からも、商品を授けられた。 第3期は、研究6年から兼任3年までである。兼任3年、総区用が盛大に行われた。南大門この時期に、南大門とその中に収められた喜び派が腕を振るった。二王像、東大寺八幡宮、その本尊となった八幡神像などが作られた。そして、兼任3年11月30日、総区用が行われ、これには土御門上皇も参加した。 だが、この頃、長元と寺に住む僧侶の間で対立が生じていた。長元は、大仏殿、四面回廊の完成後は、党の再建を行うべきであると考えていたのに対し、僧侶たちは行動などの日常活動に用いる、施設の再建を優先すべきと考えていた。事件の僧侶たちはもともと、東大寺の僧侶ではなかった長元が、東大寺再建の主導権を掌握していることに、 強い反感を抱いていたと見られている。そして、元及2年になって事件は、突如、陳那家が大木を横領して船を作り、長原を裏切って、陳那家が長原に寄進してその後も経営に、関与していた5つの荘園の横領を企てていると、告発したのである。翌元休3年4月、事件の主張が認められて、後鳥羽上皇の委員長下し踏みによって、陳那家は、 当該荘園及び東大寺再建事業から追放されたのである。陳蘭家の罪状を示すものは、事家の主張以外に存在せず、事家の僧侶たちが、東大寺再建の主導権を大肝人職から取り戻すことを意図したものの、朝廷や幕府の信任の厚い朝元の排除は困難であると、見て、大肝人職の解体と所領の接収に乗り出したと考えられている。 その2ヶ月後の県営元年6月に長元はこのよう去った。当時としてはかなり高齢の86歳のことだった。長元死去以降も復興事業は続けられ、その後大漢人の職は長元から英才、太閤業友へと移っていった。英才は上元2年に落雷によって失われた、保正寺九十頭の再建にかかりきりだったため、東大寺への重要な働きをしたのは、 三代目大肝人の行友であった。英才は言葉天皇の信頼を得た力を持ったそうであったが、この英才が大肝人についた憲法三年ことが、東大寺に苦境をもたらした。この頃英才は守る願い寺であった、星正寺の苦渋刀の再建にも同時に当たっており、朝廷の助力もそちらに大きく向けられた。ために、東大寺は顧みられず、復興は進まなかった。 それどころか、長元の檻に得た、素王国という重要な財源も取り上げられた上、保守王子に振り分けられる始末だった。この九十党の再建は、憲法元年まで続けられた。この苦難は、第三代の大漢人、共有人治二年が救うこととなる。共有は、鎌倉幕府と強いつながりを持っていて、幕府の共有への援助は、東大寺にももたらされた。 この代において東大寺は、秋国や都王国を造営両国とし、国部門や東東、公道などを復興させている。上級の乱が終わり、後葉天皇等の後についた御堀川天皇は、後ろ盾が弱く、権威の確立が重要な課題であった。そのために、自社の復興事業が政策としてあり、東大寺へも援助の目は向けられていたのだが、 必ずしも、綿密の関係とはいかなかった。当時の朝廷と東大寺の対立の側面は、遠藤元によれば四つの事件に象徴されるという。それは、共に東大寺が権利を持つともたどころ、大武装での主導権争い、数王国の返還交渉問題、市院東南員門関後継問題であった。これらは、朝廷と東大寺の争い以外にも、 東大寺別当と大衆などの内部対立も生んだ。この鬱憤は、特に大武装問題の時に爆発した。これは、東大寺が、両家職を持つ、大武装の預かり所に着任していた北、白河院女房の事務協局が、年貢納入を体感した事件であった。朝廷の一大権力者であり、東大寺から一連の騒動の原因と見られていた北、白河院の邸宅に詰め寄って豪訴し、 ついに管理三年隊武装、預かり諸職停止とともに、元の造営領国数王国が返還となった。この時期、東南院と孫松院と並んで、院近親の藤原昭よりの子であり、東大寺別当にもなった昭恵が混流した、西室院が台頭した。この系統から三代の別当が出、その後も有力院下の座を守り、東大寺が権限を持ついくつかの荘園の経営も、任じた。 また、昭恵が権力者、謙春毛院のおじであり、以降西室院系統から天皇五願寺の尊称寺や、保守寺の執行や、修理別当を務める者が出てくるなど、前述のように朝廷と東大寺の構想がある一方で、両者の関係強化に役立った。室町時代は、災害によっていくつかの道具が失われた。公安二年正月の雷によって、 東東都市院の新号院が文安三年正月に海岸院が永昇五年に行動がそれぞれ火災の被害に遭っている。戦いの詳しい様子は東大時代仏殿の戦いを参照。永禄十年、三好三人衆は筒井淳慶と共に松永久秀と戦い東大時代仏殿に立てこもった。この時久秀は多門城に降り激しく争った。 この多門山からの日、また、10月10日の久秀の焼き打ちもあって、一連の戦闘の結果、なんとは、般若寺、幸福寺やその達中なども消失したが、東大寺の被害もまた大きかった。階段院、浄土堂、中門堂、東前院、それに、大仏殿などが焼け、残った道雨の方が少ないほどだった。この後、大仏には、大いなく、 雨ざらしの中元禄最高まで置かれた。山戸国山部軍の土豪であった山田道安は、そんな大仏の惨上を見て、立ち上がった一人である。翌禄十一年、道安は仏塔の修繕をはじめ、元気三連に終えている。道安はその功績を称えられ、臨時も送られた。しかし、東大寺の最高が終わったわけではなかった。禄十一年、落北。 堀川の西岸にあった阿弥陀寺の住職であった清玉は臨時あって肝心を行った。これに織田信長や松永久秀、三好町一も援助をしたが戦乱もあり、ことは父として進まなかった。この肝心の特徴として阿弥陀義彦は大名の援助に依存する面の強いことを挙げている。中世の肝心といえば、変歴性が高く社会活動を伴って、 庶民の信仰に頼るものという印象が強いが、戦国時代から安土桃山時代、肝人症は、ガンに、んボーズなどと呼ばれ、貶められ差別を受ける傾向にあった。この木吉玉の肝人は、その、網野の徳、無縁の原理の薄れていった時代を象徴していると言える。江戸時代、奈良の町に、奈良奉行が置かれた。この奈良奉行を支配下としたのが、京都町奉行だった。 京都庁奉行の命令は、奈良の行政、司法を差配し、奈良奉行が受け持ったのは、主因地を持つ寺社であった。現在の大仏殿は、元禄4年に再建されたものである。大仏殿再建など、元禄の,の東大寺再興に当たったのが、後継承人である。後継は、慶安元年、丹後国宮津で生まれた。東大寺境内の水門橋で育ち、同時で出家した。ある日、 大雨に打たれるロザの大仏を見た、光景はその姿に悲嘆し、大仏殿の再建を。そして、上京元年、光景は幕府の認可をもって、江戸、京、大阪の大都市を中心に肝心をはじめ、同五年に肝心承認に任ぜられた。江戸では長寿院を、東大寺では自ら創建したシーンの龍末院を拠点とし、元禄三年に、大仏の頭を、元禄四年には、 東大寺八万宮の修造がなった。大仏殿の修復は未完であったものの、元禄五年に大仏再建を思って、とりあえずの海岸供養をした。海岸同士は、別当の精神方針脳が、供養の同士は、肝心に協力的であった、幸福寺一条陰門後の神経方針脳が、下地岸の同士は、下言調理で、尊称院樹の道女大僧上が務めた。供養には、 諸国から多くの民衆が結集し、多数の焦燥院像の宝物が陳列され、また同じく、奈良の元合寺や玉巻寺、慈源寺、薬師寺、東昇大寺、秋篠寺なども宝物を改陳したため、大いに賑わった。大仏殿再建期は、この時集った民の数を二十万人以上と伝えている。大仏殿再建のために、より一層の幕府の協力が必要であった。 後継は知り合った高光のつてを頼って、継承院とその子、将軍、徳川綱吉の指示を得ることができた。幕府は後継に大仏殿を11軒から9軒に縮小する計画を飲ませたものの、協力は惜しまなかった。多くの金陣を東大寺に送り、また、諸大名に人員や金銭の教室を呼びかけた。また、元禄九年からは、 奈良町武行を内田守生と東大寺の担当に妻木頼康を任じて二人体制に増強した。後継は次々都道府を建てていった。東大寺境内では念仏堂の修理、東南院の再建、東正宮、諏王国にも行って慕っていた長元の記念のために春の林を建造した。元禄十六年には、後継は法営二年に死去、全寺を挙げて、 葬儀を行い、肝心役は、弟子の厚生、君とし、陽君が継いだ。宝永六年、東大寺総供養が行われ、後継やその弟子によりなった東大寺再建が盛大に祝われた。明治維新を迎え、新政府の政策によって、廃物希釈の風潮が生まれ、東大寺の経営はいよいよ苦しくなった。治療地3200国が失われ、 小僧院も国の管理するところとなった。明治元年から浄土宗に属していた東大寺は、明治19年、一州を持ち、華厳宗の大本山となった。明治29年、東大寺図書館を設立、官学院開設の認可もされた。官学院は、華厳宗に限らず様々な宗派の学僧が、講師受講生として訪れ、 まさに八周見学の場にふさわしい学者となっている。明治以降も道運の修繕は盛んに行われた。江戸時代に再建された大仏殿の設計には狂いがあり、時の経過につれて誤魔化しきれない歪みが見受けられるようになった。明治16年全国大漢人の許可が出た。同年漢人活動をする大仏会が組織され、明治19年修理が始まった。 明治35年には全国進む際の道が開けた。そこで明治36年から大仏殿の解体修理が行われた。この大修理には鈴見坂旋海菅沼秀樹両別等の尽力もあり、肝心の許可を政府から受けて計画が進められた。最終的に総工費72万円となった大工事は、 鉄骨のトラスを入れるなど西洋の鉄鋼技術も取り入れ7年もの歳月をかけて行われた。その後昭和2年には南大門の解体修理もなされている。内務省大倉省財務局から奈良県の管轄となっていた京大一は昭和26年に元の面積の5分の1ではあるが払い下げられた。昭和22年7月4日米軍が 独立記念日を祝い打ち上げた花火の被害に加し、本望が消失した。一方、明治修理で後回しにされた大仏殿の屋根に対する風雨の被害が大きくなっていたため、昭和48年から7年、34億円以上をかけて大屋根と中心とした大規模な修理が行われた。これが大仏殿の昭和大修理である。また、平成元年から平成5年に、 東大寺の歴史を読み解く上で大いに関わってくる資料には以下のものがある。ありがとうございます。